私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。ガーシー、嵐松本潤の秘蔵写真を公開で戸惑いの声、関わり見たくない。嵐二宮和也が語る友達の定義、だから少ないんだもん。YOU のガーシーこと東田義和、51、が28日に自身のツイッターのストーリーズを更新。アイドルグループ、嵐の松本潤、38、の写真を公開し話題となっている。ガーシーといえば、先日、クオリティに満足しなかったと暴露していた音楽プロデューサーの中田康隆、42、に作成してもらったという250万円の音源データを公開したところ、ネット上では、250万円の価値はない気がする、想像以上にひどい、などの声が多数上がっていた。そんなガーシー、今回はサングラスを駆け足を組み、一人掛けのソファーに座っている松本の写真を公開。MJ、トラスベガス 1OK ロックリブボースマトナワラワラ、とコメントを添えている。特に暴露でも何でもない普通の写真なのだが、松本のファンからは、正直嬉しいものではない。純はガーシー側の人間なのかな？インスタに載せるの宇類は OK 出しているのかな？ガーシーと宇類くんの関わりとか見たくない、などの声が上がっている。以前から親交があったと言っていたこともあり、その点で驚くファンはいないようだが、決してホワイトだとは言えないガーシーのインスタグラムにアイドルである松本の写真がアップされることに対しては抵抗があるようだ。嵐二宮和也が語る友達の定義、だから少ないんだもん。嵐の二宮和也が1日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ、ベイスタム、ベイフム毎週日曜夜10時、にて、友達の定義について考えを語った。二宮和也、友達の定義を語る。この日の放送では、友達の定義についてトークを展開。二宮は、適当に悪口言って、適当に裏切る人かな。友達ってあまりそこまで期待してないです。僕は。だから少ないんだもん、と答えた。二宮は、裏切られた。そんなことやってたんだ。ショック。と思う時期もあったと振り返りながらも、言うんですよ、絶対。そういうのって、とコメント。自分も悪気がなく言っている場合もあるといい。友達は肯定派だったのに、その友達に否定的なことを言ってしまったりとか傷つけたりとか、裏切ったりとかするじゃないですかと、語った。また、二宮は、それぐらいの希薄な関係でいいのだと、持論を展開。気合を入れて踏み込むと、家族のようにややこしくなることがあるといい、結構親に気遣ったりするじゃないですか。違うけど今黙っておくか。この人の名誉のために、とかさ、っていうことになったりすると面倒くさいから、希薄な関係でいたいじゃないですか、と口にした。さらに二宮は、今いる友達と呼べる人たちは、言ってても言われてても何とも思わないというか、そっちの世界が仮にあるんだったらあっても全然構わない、と考えを告白。自分も定期的にラジオで相葉雅紀のバカな話をしていると話し、電波に乗っけてるからいいってわけでもないじゃないですか。本人からしたら、もしかしたら喧嘩もしれないわけだから。それは、それで向こうだって言われても、この人だったらいい、とか、俺も言ってるしな、どうせ、同じ穴の、ですよね、って思えるから、そういう関係が続けていける。だからそれでいいんだよねって思っちゃう、と語った。二宮は、友達について、密に連絡を取るという絶対数で言うと、増える減るはあるけど、そこの絶対数は変わらない気がする、とコメント。嫌みなく悪口言えてガス抜きさせてくれる人が友達なんだと思う、よ。その分自分も、そういう対象になってるわけだから、いちいち急に主役みたいになって、私はこんなにしたのに、とか思わないで、ガズ抜きし合える相手だと思って付き合うしかない、と考えを明かした。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。